久保さん久保さんの動画になんかコメントついていて、ちょっとすいません、それをタイトルにつけようかなと思うんすけどあの、自分にできないことを変わってやってくれたっていうのが、まあ、これがやっぱ答えなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あの、なんすかね、なんかあの、応援する気持ちって自分は選手じゃないけれども、なんかその、 自分ができないことをやってくれたとか成し遂げてくれたとか何かまあそういうのがやっぱ気持ちとしてあるんじゃないかなっていうところで、まあ、僕もね野球全く興味ないし、えー、まあ、今回だけ見ましたけどもやっぱ日の丸背負って一応僕,僕も日本人ですから日本代表としてやっぱねライブでちょっと今日見てたんですよライブでねやっぱねめちゃめちゃし緊張するしなんか。 まあなんかこの状況でマウンド立ったらどんな気持ちで立ってんだろうなみたいなすげえプレッシャーだろうなみたいなでもそれでもね一生懸命頑張って投げてっていうやっぱ自分がそこに立てないけれどもやっぱなんか頑張ってる姿を見るとなんか応援したくなるっていうのがまあまああの素直な気持ちじゃないかなと思うんですよね。久保さんはどっかの段階で あのちょっと変わっちゃったのか、もともとそうなのか、あれかもしれないですけど、なんかあると思うんですよね。自分に全く関わりないけれども、例えば花が見て、別にそ,そこら辺に咲いてる花とかね、桜とかも、自分の庭に咲いてる花桜じゃないじゃないですか。だけど、その、いや、自分の庭に桜咲いてねえしな、これ他人の桜だしな、みたいな。公園、公園の所有物だろ、うって桜咲いても別に俺の人生桜咲いてねえし、みたいなね。 でもまあそういう意見もあるかもしれないけれどもまあきじゃないですか、ね。だからまあ人間っていうのはそういうと一面があるかなっていうところですね。で逆を言うとまあそういうふうになんか応援される人間になれるとまあお金も稼げるかなっていうところですね。<laughs> まあ僕もねずっとやっぱ情報発信していて。 思うのがやっぱその応援してくれるお客さんもいてるっていうことですよね。だからその、なんですかねよ、吉谷さんの売り上げにちょっとでも還元したいのでっていう、全く別枠でね、商品を買っていただけるお客さんもいるんですよ。要は応援していただけるっていうところで。だから僕がずっとビジネスできるっていうのは、やっぱそういうところもあるので、だから僕も頑張らないといけないなと、発信はまあ常にこうやっていかないといけないなっていう、その、結局その支えられてる部分もありますので。 お金は降ってこないので、お客さんからもらってるんで、僕は。お客さんからお金もらって飯食ってるんで。うん。だから結構それは感じますね。応援してくれてるなっていうところで、頑張んないといけないなみたいな。うん。はい。まあ、自分にできないことを代わってやってくれたっていう、まあこれが、まあ真理なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。